41年目に突入した J リーグは、18日に J1 開幕節の残り8試合が行われる。セレッソ大阪に12年半ぶりに復帰した元日本代表 MF 香川真司、33は、新潟戦、ヨドコウでのベンチ入りが決定。J リーグ再デビューは途中出場が濃厚で、10年5月15日神戸戦、長い以来の出場となりそうだ。小菊監督が開幕戦前日の17日、香川のベンチ入りを大胆に宣言した。限られた時間での出場になると思うが、しっかりと送り出せる準備ができた、と、途中出場まで示唆した。ベルギーのシントトロイデンから復帰し、7日の練習から合流したばかり。昨年10月の公式戦出場を最後に、同11月には左足首を手術し、最近は患部にリバウンドがあった。新潟戦は回避の可能性が高かったが、小菊監督は、私の想像以上のスピードで仕上げてくれた、とゴーサインを出した。香川効果もあり、本拠地ヨドコウは初の2万人動員も夢ではない。15日の取材で香川は、会場が満員になる環境で、やれることに越したことはない。みんなで初勝利を勝ち取って、評価される選手になりたい、と決意表明していた。最後の J リーグは10年5月15日の神戸戦。人生で初めて直接 FK からゴールを叩き込んだ。当時から盟友だった主将 MF 清武が欠場する開幕戦は、仲間全員と初共演になる可能性もある。昨季5位からリーグ初制覇を目指し、背番号8が若いチームの統率役となる、横田和幸。